はい、どうも始まりました YouTube 番組横尾太郎のお届けする戦場の風がスペシャルはイエイということでですね、YouTube 番組風に始めてみましたけれども、全くどういう内容をするかはわからないです。いろんなことをね、赤裸々に語りながら進めていきたいなと思う。で、僕がやってる間、松山さん一言も喋らないって言ってるんですけれども、本当に一言も喋らないかちょっと実験したいと思います。まずこのタイトル画面で15分ぐらい喋っていきたいと思うんですけど。いや待って、それは、ま、もう早速喋ってモデルやん。こうやってあの進めよう、ちゃんとゲームは。あの最初でゲームを始める、まあまあこういう時確認するのはタイトルメニューでちゃんと上にラップアラウンドしてるかなんですけど、あ、してますね。この辺やっぱり UI にこだわる松山社長。ここで上のキーを入れた時にちゃんと下に来る、もうこういう基本は押さえてらっしゃるということで、オプションのところを見ていきたいと思います。そっからか、そっからですね。はい、言語切り替えとかあります。これ、全部フランス語とかにしたら俺がわけわかんなくなるとかって感じですね。そうですよね。はい、うん、そうですね。レンダリング完成度って何だった、ちょっといじってみる。いやいや、ガビガビになるって。ガビガビ、あ、わかんない。100でええやろそれ。100がいいんですね。あ、なんかわがままだな。はい、いやいや、デフォルトでええやん。はい、うん、はい、じゃあこれで、この目が怖いよって言ってるんですけど、このまま放置して30分するとどうなるかっていうのをちょっと実験したいと思うんですが、松山さんの性癖についてちょっと語りたいと思うんですけれども、何の話、何の話。松山さんってあのすごい動物の顔をした、はい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 、キャラクターがすごく好きという、もうすごく好きっていうのは正直に言うと、なんかな、可愛いから好きとかを超えて、もうなんか性的な意味で好きっていうことをすごくその僕は感じるんですよね。で、どこに感じるかっていうと、この獣のキャラクターの、ここになんかあの、みたいなそういう意志をすごく僕は感じますね。感じなくていいからね。はい。これ今音声が最初だけポツッと言って残りを文字だけで出す昔懐かしいゼルダ方式でやってますね、うん、ちょっとフルボイスじゃないのは予算の関係なのかなと思うんですけれども、ちゃうよ、ゲームテンポの設計だからねこれね。何も言わないんじゃなかったっけ松山さん。確かに、序盤でこう主人公側が調子よく話が進んでるってことは、なんかどっかで嫌なことが起きる前触れなんですけれども、それがどこで何が起きるのかをちょっと楽しみにしたいと思います。これで最後まで子供たちが勝ち続けてやったハッピーで終わったら、俺あの松山さんとちょっと尊敬します。すげえなその話っていう。エフェクトよくできてますね。最近の若い人はグラフィックの能力がすごい向上したなって、昔と比べると全然ツールも良くなってるし、それに慣れてネイティブでいろんなことができる人が増えたことで、昔よりもセンスがすごく良くなってる感じがするなって、このセンサーの 2DA もよくできてるなと思います、ね、はい。これちょっと面白いなと思うのが、最初から雰囲気が暗いんですよね。普通はなんか明るいスタートとかにして、この暗い雰囲気を後でどっかで大転換して演出で入れてくるんですけど、最初から暗いとこれ以上暗くしてもそんなにみんなびっくりしないから、なんかどうやってその状況変化をドラマで見せていくのかっていうのをこれから楽しみにしたいですね。なんか子供が多いところもすごい松山さんの性的な何かを感じます、ね、多分その表に出て口に出せないようなやばい感じの何かを持ってるんだと思いますけれども、なんか薄くなんか聞こえてる気がしますけど無視します。お、なんかノベルが始まった。大丈夫よ。あ、この人たちも知らないんだ、ラジオの声の人。で、ジジイとババアに会いに行くという、そういう話なんですね。はい、なんだろうな、この子たちがなぜここにいるのかとか、全然提示がないんですけれど、なんか割と僕そういうタイプの話、謎系物語って呼んでるんですけれど、なんかわからないまま話が進んでって最終的にわかるっていう、そういう着地点ですね。はい。で、どこで松山さんこれ説明するか、もう説明し始めた気がする、これ。早っ、謎系じゃなかったよ、早かった。ああ、なるほどね。まあ、日常いつだって平和だったってことは、これゲームが進んでいくとどんどんひどい目に遭うよっていう前振りなんですけれども、こんだけ人数がいるってことは何を意味するかっていうと、まあ、順番に殺していくよっていう話なんですね、これ。だから誰がどうやって死んでいくかなんですけど、多分あの太い子が最後まで残ることはなくて、帽子が多分最後のあたりまで残るかな。でも帽子は最後じゃなくて、ちっちゃい子とか女の子が最後にまで残って、帽子はそこを俺がここをなんとかするからみたいな感じで女の子を最後まで残すとか、そういう流れなのかなと今予想してますけど。お、なんか休憩が始まった。
お、サイドビューだ。みんな大好きサイドビュー。素晴らしいのです。お、これね、プレイ時間をボリュームを増やしたくて途中にこういう育成要素みたいなのね、つい入れたくなるんですよね、ゲームクリエイターは。でも意外とこれがね、皆さんが思ってるよりも手がかかるんですよね。これ金がかかるっていうか。めんどくさい。でもこれは松山社長が自分の好み趣味でやってる仕事だから、いくらお金がかかってもいいんです。はい、お金がいっぱいかかって赤字になっても別にそれは松山さんの赤字だから構わない。お、もうね、このね、ちょっと太めな子にすらね、まつげにね、ちょっとピッて色気が出てるところがね、いやらしいですよね、松山さん。本当に普通の人は気づかないと思うんですけど、まあ俺ぐらいのレベルになると気づいちゃうんですよね、そういう。抜けろ、コリジョンを抜けろ、デバッグすな、デバッグすな。コリジョンを抜けませんでした、はい。釣りができるんだ、へー。まあ、釣りはね、RPG の基本ですからね、日本人の、はい。俺も作ってて、海外の人になんで釣りがあるんだって言われましたけど、ね、俺もよくわかんないです、RPG だから入れてるだけで。早く敵のなんか同じような戦車が出てきてほしいですね、大型の敵は。この最後のボスがそうかな。これ僕なんか薄くこれこの先がなんとなくどうなるか知ってるんですけれど、それ言っていいんですか。大丈夫ですよ。大丈夫。なんか今から子供を弾丸にしてね、撃つと。これが多分どれを弾丸にするか自由に選べないと思うんです。自由に選べると多分この後のシナリオが破綻するんで、これで自由に選べたらすごいけどな。ちょっと調べてみます。でもドイツ撃つかな。太っちょ撃つ欲しいな。あ、でも太っちょ2番目ぐらいかな。口の悪い子供が俺が行くって言って死ぬパターンと見た。よし行こう。もう戦車強い。投降しろ。うん。お、なんか。誰だかわかんない。とりあえず、美里さんって言いますけど、美里さんの指示に従います。お、あなたって誰？お、選べる？もしかして。選びたい。望む。はい。お、変えられるじゃん。すごいな。松山さん。なかなかやる。このちっちゃい子でどうやって。一番選ばなさそうなタイプで。お、撃った。あの隊長にも家族がいただろうに、なんとむごい。すごい、これ分岐を全部作ってるのかな。これは気になるゲームですね。ああ、なるほどね、ループものなんだこれ。メイ、上がった親密度。CC2 さんの UI いいですよね。なんか丸っこくて。ありがとうございます。はいはい、そう、何も言わないじゃなくて。このお姉ちゃんとの親密度を上げていきましょう。もうすべての AP をお前にあれですよね。推しができた時の気持ちを今こうボタンに込めて。お、流しチャンス。よし。ああ、これは B を選びたくなるけど B は正解で Y かな。そう、松山さんはそういう選択をさせたいタイプだと思う。お、仲良しチャンス。これは B かな。素晴らしいわね。松山さんの脳内をエミュレーションした結果 B が正解でした。よし、次は勝ちましょう。そうか、鉄塔鉄尾松山さんのなんか性のその網に絡めとる気ですね、このゲームは。美里さん、はい。なんかこのおじさん最初割と喋ってキャラクター作ってたから、このここで生き延びた後で仲良くなる予感がするんですよね。どうなんだろうな。このおじさんは理性派だけど、あ、なんか筋肉でできた脳筋なすごいキャラクターが後で出てきて、そいつは殺すと、そういう展開な予感がします、ね、行きましょう。やろうやろう。
死ぬのでは、まあ、ちょっと押し切ってみましょうか。なんか松山さん身を乗り出して違うぞってオーラを出してますけどまあこういう遊び方もプレイヤーさんはねするという一つの事例ですよねほらほらあかんってあかんって、これ次来るって。え、これ防御しろと。いや、そう防御でも無理やって。それ防御じゃ無理、アイテムヒットポイント全然ないじゃん。あでもソウルキャノン撃ったらもう一回巻き戻るからやだな。死ぬかなこれで撃つか、まあ一応撃つか、まあ撃つか。でもさっき俺だいぶさっき親密度あげたからこの子撃とう少なくとも初回でこのお姉さんを撃つっていう選択肢はない気がするんですよね。お、一生缶終わりました。はい、ではあの第一章いかがでした？いや面白かったですよ本当かよ。いや面白かったです。あのなんか最後ソウルキャノン2回打つと思わなかったんですけれど、うんうん、なんかこう主人公っぽいキャラクターとかもこうちらほらいるし、はいはい、なんか役割ありそうやなって思えるかもしれないですけども、はい、誰が主人公視点で進めるのかはやっぱプレイヤー次第なんですよ。あなるほど。だから、はい、あの誰がまあ犠牲になってもいいし、はい、犠牲にならなくてももちろん物語は進むんだけども、はい、まあそういったジレンマを抱えた状態で先に進む RPG と。あの最初からすごいあのなんか暗い設定じゃないですか。であのまあ予想の話になるんですけれど、暗い設定をスタートして、まあ、子供たち命を奪うってやることの中で最大級のネガティブなことで、それ以上のことってあんまりない、うん、まあ要は子供の命を奪うの特に最たるもので、あの、まあ、つまりこれ世界が平和になりましたって言われてもでも子供の命を奪ってるからなと思うんですけれども、これで言うと子供の命をひたすら奪い続けて、多分最後にあの砲台が3つぐらいあったんで、その3つともにあの3人が同時に入って爆発するみたいな、そのハードな終わり方かもしくはこの子供たちが戻ってくるかのどっちかしかもうなくて、選択がそのどっちになるんだろうなっていうのが僕はちょっと楽しみだなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。まあ初見でね、はい、ちょっとこう予算値の RPG を初めて、はい、遊んでいただいたっていうちょっと経験をね、はい、やっていただきましたけども、はい、こんなプレイの仕方されたのは初めてやったね。あそうですか。いや想定外ばっかり選んでいったからなあさ、もう、はい、ということで、はい、横尾太郎はソウルキャノンを打ち上がった。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。